で、トランシーバーに答えた 相手の声が、希望の家の秋吉の声そっくりでしたよね。はい。これは第4話でいよいよ秋吉が、こう、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は日本テレビとHuluが共同制作するドラマ、君と世界が終わる日にシーズン5考察をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回はシーズン5第3話を考察していきます。君セカファンの人にはもちろん、ドラマ好き、ゾンビ好きな人にも楽しんでもらえる動画となっておりますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは、ゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。ということでですね、雰囲気がちょっと全然いつもと違うと思うんですけど、今ですね、私、中国に仕事で滞在しておりまして、今日はその滞在先からお届けしたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はシーズン5第3話について、気になったポイントを中心にね、考察していきたいと思ってるんですけれども、まずですね、今回トーマが、アンダーに乗り込んできて、そしてですね、レジスタンスの、こう、居場所を探ろうとして、アンダーの住人を、こう、警備員をね、使って、こう、尋問していったわけですけども、その中で、判明したのがですね、トーマが、アンダーの現状を全く知らなかったっていうのが分かりましたよね。配給が足りてないっていうことで、アンダーが常に、住人が飢餓状態に陥られている。物資もろくに足りてないっていうことが、トーマーですら知らなかったっていうことが分かったわけです。で、それでですね、思ったのが、じゃあトーマーが配給量知らなかったとすると、その配給量とかを決めていたのは誰なのかなっていうのがちょっと気になりましたね。さすがにタワーの組織の中で、漆原本人がそういうことをやりくりしてるっていうのは考えにくいので、私が考察するに、側近の反町あたりが配給量を決めてたんじゃないかなってちょっと思うんですよ。例えばですね、反町だったら、トーマにもこう使えつつですね、トーマに使えながら、トーマのこう動向も監視したり、あとはトーマにこうアンダーの情報が伝わらないようにこう制限をかけてたような感じがしますね。第2話で、反町が死んでしまったことで、トーマがアンダーへ行くことも可能になったんじゃないかなっていうふうに私は考えましたね。はい。で、それでトーマが捕まってしまったわけなんですけれども、それで、カナエがタワーに要求する内容についてね、結構私前回注目してましたけど、今回第3話で判明したのは、アンダーの配給を2倍に増やしてほしいっていうことでしたね。で、私が考えるに、このカナエの要求っていうのは、人質がトーマクラスだということを考えると、妥当な要求だとは思うんですよね。無茶も言ってなければ、過小な要求でもないと。そしてこの、アンダーの配給を2倍にするっていう要求は、トーマ自身の提案だったっていうことも、第3話では明らかでしたよね。しかしですね、父親である漆原からはあっさりと却下されまして、それによってトーマが切り捨てられるっていうことも、ありましたよね。とてもこう、非常な、父親でしたけども。はい。自分の保身のために息子すらも切り捨てる。そんな漆原の残忍な面が明らかになりましたけれどもね。それだけ漆原は、アンダーを、憎んでるというか、タワーの、治安維持、そしてタワーの現状をこう守ることが必死ということですよね。はい。そしてレジスタンスの、ボスである、坪井からもいろんな情報が明らかになりましたよね。はい。まず新山会長に命を救われたっていうことで、シーズン3の直後、目をこう失明して、そしてさまよっていたところを、新山会長に拾われたということが明らかになりましたよね。さらにはですね、会長が2年近く前に死んだということで、その、
おそらく坪井が拾われて間もなく新山会長が死んだっていうことなんですけど、ここでちょっとねシーズン3とシーズン4そしてシーズン5の時系列が噛み合わないんじゃないかっていうふうにも思われたんですけど、まあ近くと言ってるので、まあシーズン3とシーズン4の間が20ヶ月経過しているので、まあ2年近くという表現であればそれぐらいなのかなっていうふうに思います。はい。でさらにですね、あの会長は病死ではなく漆原に殺されたっていうことが判明しましたよね。しかもあの坪井の目の前で、漆原によって、会長が殺害されたっていうことで、これはちょっと今後の展開に、すごくこう重要な、要素でしたよね。はい。でやはりあの歌集に協力してくれと言って頭を下げる坪井っていうのが私にとっては意外でしたね。結構坪井ってシーズン2そしてシーズン3でかなりこう、態度が硬化してたというか荒れた印象が大きかったので、その今回のシーズン5の坪井のこの、まあ素直な態度っていうのはかなり違いがありましたね。ちょっと驚きました。はい。そしてですね、第3話で GIT ソリューションの柳が惜しくも退場してしまいましたね。はい、幹部の手によって、処刑されてしまったんですけれども、ここでですねレジスタンスとのつながりを疑われて、まあ、犯人扱いされて射殺されてましたね。ただ私は今まで結構GIT ソリューションズの柳がこそがレジスタンスに手を貸してたんじゃないかなって考察してたので、この展開は結構意外でしたね。むしろ、柳がレジスタンスに力を貸しているかのようにうまくこう誘導したそんな伏線だったのかもしれないですね。ちょっと私はその誘導に引っかかってしまったかもしれませんね。はい。アスハに残した言葉通りの展開になってしまいましたね。はい。間もなく私は何かしらの罪をでっち上げられ、粛清されるでしょうっていう、それがあの男のやり方だなんていうふうに柳言ってましたけども。はい。で、こう、食堂のようなところに、柳が連れられて、警備兵によって処刑されましたけど、その時に証拠として、レジスタンスの服が出てきましたけど、そもそもレジスタンスの服を、こう、罪をでっち上げたんだとしたら、警備兵はどこで手に入れたのかなって、ちょっと思ったんですけど、私の考察では、たまたま警備兵が、どこかで脱ぎ捨てられてる服を見つけて、証拠としてでっち上げたのか、もしくは、今回レジスタンスはやはりこう新山会長を支持しているってことで、まだまだこう新山会長側の幹部の誰かがレジスタンスとつながってるのかなとも思ったんですけれども、ただね GIT ソリューションズの柳が処刑されてしまっては新山会長派も不利だと思うので、やっぱりこれは、漆原の一派によってはめられてしまったんじゃないかなっていうのがやっぱり私の考察なので、やはりたまたま警備兵がどこかで脱ぎ捨てられているそのレジスタンス のマントを拾って、それを証拠としてでっち上げたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。そしてですね、ゆずきが、はい、秋吉とつながっていることが、明らかになりましたね、第3話で。はい。ゆずきがレジスタンスの動向をそれとなく探っていて、そして裏でですね、やはりゆずきがトランシーバーで外部と連絡取ってましたよね。ユートピアなんて名ばかり、同盟と手を結ぶのは、ユートピアと同盟を結ぶのは難しいかもしれないってことを言ってました。で、トランシーバーに答えた相手の声が、希望の家の秋吉の声そっくりでしたよね。はい、これは第4話でいよいよ秋吉が、こう、希望の家の住人を連れて、ことを起こすんじゃないかなと思いましたね。ということで今後の展開の予想なんですけど、私がちょっと考察してた、秋吉が坪井に呼ばれた援軍だというのはちょっと、間違ってるみたいですね。おそらく今後の展開としては、ゆずきと秋吉が組んでユートピアを襲撃するという展開が濃厚になってきましたけども、はい。いかがでしょうか？皆さんはどう思ったでしょうかね？はい。ということで今日はですね、シーズン5第3話について考察して、まあ、その後、秋吉が、そして希望の家がどのように絡んでくるのかについても考察していましたけども、はい。いよいよシーズン5も残すところあと2話となってきましたけど、はい。どのような結末が待ってるんでしょうかね。
第4話の予想動画もこの後公開していきますので、お楽しみにしてください。皆さんもですね、シーズン5についてのコメント、感想などのコメントをコメント欄にいただけると嬉しいです。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる。